参りましょう。先週の松直ちゃんからご紹介、今日はこの方川澄直美さんです。どうぞ。南アフリカ行ってたの？あ、そうなんですよ。仕事で？そうです。何の仕事で行ったの？いや、テレビなんですけど、うん、なんかちょっと自分の行きたい国はありますかって聞かれて、うん、ちょっとブラジルと南アフリカで迷ったんですけど、うんうん、はい、ブラジルのフルーツを使ったアサイジュースのお店でバイトしてたんで、そっちもいいかなって思ったんですけど。何ブラジルの何？アサイってフルーツ知りません？いや、知らない。ね、黒いブルーベリーより少し大きいんですけど、すごい栄養価が高くて、アスリートの方とかモデルさんとかでも結構人気があって、うん、はい、それを使ってる店でアルバイトしたの？それを使ったジュース屋さんでバイトしてたんですよ。へえー、はい、なんでそっちのブラジルのアマゾンも行きたいなって思ったんですけど。アマゾン？はい、それアマゾンでしか取れないんですよ。あ、そう、はい、栽培できないの、それ？そうです、はい。どう、それ飲むと？すごいいいです、体が切れて。あ、そう、はい。どこで飲めるの？インターネットで多分販売してると思います。私はジューススタンドでバイトしてたんですけど、うん、今そのお店なくなっちゃったんですよ。あらまあ、はい、多分インターネットの方が効率がいいんでしょうね。あ、そう。ちょっと飲んでみたいね。はい、あ、持ってきましたよ。あ、本当？ありがとう。この年でもキレが良くなるから。なります、なります。なる、はい。じゃあアスリートの人たちは大体みんなそれ知ってて飲んでる？いや、あんまり知らないでしょうね。でも何人かはアスリートでも飲んでる方いらっしゃるみたいですけど、はい。まずいの？まずいの？いや、美味しいです。あ、美味しい、はい。大概いいものはまずいけどね。そうですよね。まあでも人それぞれかもしれないです。ああ、はい。